基本日本ハム山田遥か移籍組で唯一2軍スタート。なんでやろな。不倫野郎は油扱いでくさ。しっかり本人もあれやったな。文春砲はあかん。不倫相手がキャンプ見に来るんやろな。タイガーとかトライとか阪神かよ。なんでやろな。3年でもなく当然やね。 FA の伏見以外だと1軍筆頭候補なのに、せっかく秋季キャンプでアピールしたのがパーだよ。二度と上で見ることはないでしょう。ただの外事やったんやろ。新庄に見限られたも同然だからな。源田の恩情もファンになったってことでええのけ。嫁も嫁なら旦那も旦那や。嫁よりもヤバかったの白さ。意味深のインスタ投稿も文春に直撃された後に苦し紛れの投稿やったんちゃうかと思うわ。ロリコンではなくただの性欲モンスター。不倫したやつ同士でまたトレードできないんか。源田みたいに良い女一発つもすれば不倫なんかせんわな。何も悪いことしてないのになんでや。守備の源田、無事西武ライオンズを守る。扱いが田中正義以下とかやべえな。実力的に履いてもいいのにな。もし文春前に発表して一軍にいたら露骨に下げられてたんかな。ご視聴ありがとうございました。